声の市民新聞全紙版、令和6年10月。皆さんこんにちは。京都市広報担当発行、声の市民新聞をお届けします。令和6年10月、第331号、テープ第1巻 A 面。制作は公益社団法人京都府視覚障害者協会。制作協力は朗読ボランティアグループさえずり会です。なお、声の市民新聞テープ版はご返却がないと新しい号の発送ができません。お聞きになったテープは最後まで巻き取り、速やかにご返却ください。声の市民新聞デイジー版はご返却の必要はありません。お手元に置かれてご活用ください。では、今月号の主な記事のご案内です。住民票の写しについてのイラスト記事に始まり、デジタル化でもっと便利に、もっと効率的に、突き抜ける世界都市京都実現への鍵、65歳以上の方へ高齢者新型コロナインフルエンザワクチンの定期予防接種が始まります。ココカオープンデー。自転車に乗るときヘルメット着用してますか。今日の子育て頼り、市民検証を実践しよう。思いやり行動掲示板。祭り時々フェス。教えておくれやす。岡崎エリアで秋を満喫。我が輩とみっけの子ども市民新聞。京都市の人口統計。啓発。市民新聞に関する問い合わせ。京都いつでもコール。市政情報発信中、情報ボックス。今月はこのような内容でお届けします。視覚に障害のある方を対象に、点字版、文字拡大版、テープ版、CD、デイジー版も発行。問い合わせ、広報担当、電話 222-3094、 ファックス 213-0286。今月号一面はイラスト記事です。住民票の写しが必要ですが、うさぎさんはなかなか時間が取れないようです。一方、カエルさんは？職場の部屋の中、時計は午後7時を指し、窓の外は暗く、月が出ています。デスクに肩肘をつき、パソコンとうず高く積まれた書類を前に、疲れた様子のうさぎ。今日も仕事で区役所へ申請に行けへんかった。カエルさんは行けたんやね。その横で片手にスマートフォンを、もう片手に住民票を掲げてご機嫌なカエル。住民票の写しはスマートフォンでスマート申請できるで。スマート申請のほかにも、便利で人に優しいデジタル化を進めています。詳しくはこの後にお伝えします。デジタル化でもっと便利に、もっと効率的に。市では誰一人取り残さない、人に優しいデジタル化の方針のもと、皆様の利便性の向上に向けた取り組みを推進しています。ここでは証明書の取得や水道料金の支払いの際に便利なデジタル化の取り組みを紹介します。誰一人取り残さない人に優しいデジタル化。人に優しいデジタル化を進めるため、デジタル技術の活用が得意でない方に対してスマートフォン講習会などの取り組みを国や事業者、地域団体と連携して実施しています。今後も年齢や地域などに関わらず、誰もがデジタル化の利便性を実感していただけるよう、誰一人取り残さない視点を重視し、様々な取り組みを進めていきます。オンラインで手続きできるものを検索できます。ホームページではオンラインで申請ができる手続きを紹介しています。ここに、詳しくはこちらと書かれた京都市情報館のページにつながる二次元コードがあります。
京都市情報館にアクセスし、サイト内で京都市289909で検索。こちらの紙面では、擬人化したウサギやカエル、猫などが内容を紹介していきます。人に優しいデジタル化で、区役所、支所での手続きがスムーズに。証明書発行端末を設置。コンビニで証明書を取得できるらしいけど、使い方がわからん。一人で操作するのは不安や。区役所、支所にコンビニと同じ端末を設置。矢印。操作をお手伝いします。発行にはマイナンバーカードが必要です。教えてもらえるからわかりやすい。次からはコンビニでやってみよう。しかもお得。10月1日から、区役所、支所にコンビニに設置している端末と同じものを設置。マイナンバーカードを利用して住民票の写しなどの証明書を取得できます。操作をお手伝いします。案内員がしっかりサポートしますので、端末の操作に不安がある方も気軽にご利用いただけます。窓口で取得するより安い。端末の利用で100円から200円、安く証明書を取得できます。区役所、支所で教えてもらいながら操作を覚えると、次からは窓口に行かずにコンビニの端末で証明書を取得できるのでおすすめ。詳細はホームページをご覧ください。ここに京都市情報館のページにつながる二次元コードがあります。京都市情報館にアクセスし、サイト内で京都市331666で検索。スマートフォンでスマート申請。忙しくて区役所に行けへん。スマホで証明書を申請。矢印。ちょっとした時間にいつでもどこでも申請できて便利。マイナンバーカードを利用してスマホから住民票の写しや印鑑登録証明書などを24時間申請できます。証明書が自宅に届く。手続きが終わったら1週間ほどでご自宅に証明書などが届きます。10月1日から申請可能な証明書が拡大します。現在、住民票の写し、ただし最新のものに限る、印鑑登録証明書、矢印、10月1日から、住民票の写し、ただし最新のものに限る、印鑑登録証明書、身分証明書、住民票記載事項証明書、戸籍全部、個人事項証明書、戸籍の不評の写し、ただし最新のものに限る。申請できる証明書が拡大してさらに便利に。申請方法、料金はホームページをご確認ください。ここに京都市情報館のページにつながる二次元コードがあります。京都市情報館にアクセスし、サイト内で京都市280936で検索。問い合わせ、地域自治推進室、電話 222-3048、ファックス 222-3042。庁舎案内表示システムを導入。区役所に来たものの、窓口がどこかわからん。案内もデジタルでわかりやすく、矢印。目的の窓口を案内してくれるんや。なるほど。2階ね。10月15日から、区役所、支所の入り口付近にタッチパネル式の大型モニターを設置。住所変更など、来庁目的を選択すると、適切な窓口をご案内します。さらに、窓口の混雑状況をウェブ上で配信。ホームページでは区役所、支所の市民窓口化の混雑状況を配信しています。ウェブ上の配信画面が一部掲載されています。お昼時や休日、大型連休明けなどは特に混雑が予想されるので、
ホームページでご確認の上、なるべく混雑を避けてお越しください。ここに京都市情報館のページにつながる二次元コードがあります。京都市情報館にアクセスし、サイト内で京都市314112で検索。10月1日から水道、下水道に関するアプリが登場。これまで個別に手続きしていた上下水道料金の紹介や水道、下水道の使用開始申し込みなどのネットサービスが集約され、アプリで手続きできるようになります。ここにアプリのダウンロードはこちらと書かれた京都市情報館のページにつながる二次元コードがあります。京都市情報館にアクセスし、サイト内で京都市329120で検索。問い合わせ、お客様窓口サービスコーナー、電話 672-7770、ファックス 672-7773。京都市上下水道局アプリを活用。名義と支払い方法を変えたんやけど、どっちも手続きせな。さまざまな手続きがアプリで完結。矢印。アプリで簡単に手続きできたわ。上下水道局マスコット、すみとくん。上下水道料金も支払えるよ。主な機能。上下水道局への申し込み。水道、下水道の使用開始や中止などの手続きが24時間いつでもできます。上下水道料金のアプリ内決済。PayPay などの電子決済サービスで手軽に上下水道料金が支払えます。上下水道局からのお知らせ。使用水量や万が一の支払い忘れなどをお知らせします。ひかりちゃん。スマホだけでなく、パソコンでも利用可能です。デジタル化でこんなに便利になるんやったら、これからは積極的に使ってみるわ。ええやん。時間の有効活用のためにも、ぜひ使ってみて。突き抜ける世界都市京都、実現への鍵。このコーナーでは、松井市長の公約、突き抜ける世界都市京都の実現に向けての新しい動きや政策などを一つのキーワードに沿って紹介。今回は長期ビジョンについて紹介します。今日の司の吹き出し。今回のキーワードは長期ビジョンです。長期ビジョンって何？市のあらゆる政策の上位に位置し、今後の長期的な京都のあり方を示すものです。現行の京都市基本構想、京都市基本計画、各区基本計画の計画期間が2025年に満了。そこで新たに長期ビジョンを策定します。さまざまな方と京都の課題や未来像を考えるために、策定段階から意見を募集し、審議会などでの議論に生かしていきます。策定のスケジュール、2024年9月、策定に向けた意見を募集、10月、審議会などで策定に関する議論を開始、第1回の日程はホームページを確認、2025年夏ごろ、ビジョン案に対する意見を募集、2025年末、長期ビジョンの策定。ウェブ上でいつでもどこでも気軽に投稿。特設サイト、みんなの理想郷、アイディール京都を開設。京都の街に関する意見を募集。こんな意見を募集中。未来に残したいあなたのお気に入りの京都を教えて。京都の欲しいな、もう少し良くなればいいのに、というところを教えて。ここに、詳しくはこちらと書かれた二次元コードがあります。京都市みんなの理想郷アイディール京都で検索。司の吹き出し。
募集する意見は随時追加、他の方の意見の閲覧も可能です。また会議の記録や有識者の意見など策定の経過も載せていきます。問い合わせ都市経営戦略室、電話 222-3030、 ファックス 213-1066。 65歳以上の方へ、高齢者新型コロナインフルエンザワクチンの定期予防接種が始まります。新型コロナワクチンは今年度から65歳以上の方などを対象にした定期接種として、高齢者インフルエンザ予防接種と同時期に実施します。定期接種時10月15日から1月31日実施場所、協力医療機関、対象、接種日時点で65歳以上の方、または60歳から64歳で障害により日常生活が制限されている方、申し込み、ホームページで協力医療機関を確認の上、要予約、料金、75歳以上、新型コロナ2000円、インフルエンザ1000円、74歳以下、新型コロナ3000円、インフルエンザ1500円、生活保護等受給者、新型コロナ、インフルエンザ、ともに無料。ここに二次元コードがあります。京都市新型コロナ、インフルエンザ、定期予防接種で検索。問い合わせ、市高齢者新型コロナワクチン等定期接種コールセンター。電話 050-3358-5227、ファックス 050-8893-2761。 受付時間9時から17時、土曜日曜祝日は休み。なお受付は9月24日から。見て聞いて食べて異文化を感じよう、ココカオープンデー、11月3日10時から16時会場、ココカ国際交流会館、地下鉄けやげ駅2番出口、入場無料、申し込み不要。グローバルステージ、世界各国の音楽やダンスなどをお届け。バンコク屋台村、世界各国の料理や飲み物を販売する屋台が登場。20店以上が出店。スパイスマーケット、さまざまな国の香辛料などの物産を販売。今日のつかさの吹き出し、このほか平和の尊さを見つめ直す機会となるよう原爆ポスターの展示なども行います。詳しくはホームページを確認してください。ここに二次元コードがあります。京都市ココカオープンデーで検索。問い合わせ同館、電話 752-3511、 ファックス 752-3510。 自転車に乗るときヘルメット着用してますか？2023年4月からすべての自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化されましたが、2024年3月末の市内での着用率はまだ1割ほど。これを機に着用し、命を守りましょう。データで知るヘルメットの重要性。自転車での交通事故で亡くなられた方で、頭部に致命傷を負った割合。2019年から2023年、合計、出店警察庁、頭部 53.9%、首や胸など 46.1%。 調査で自転車の交通事故での致命傷の約半数が頭部であることが明らかになっています。またヘルメット未着用の方の致死率は着用していた方に比べて約 1.9 倍も高い結果に。ヘルメットの着用で
守れる命があります。必ず着用しましょう。自転車用ヘルメットの購入費を補助します。市ではヘルメットの着用を推進するため、2000円分のヘルメット購入補助券を交付します。購入までの流れ。1、どちらかの方法で補助券を入手。1、ホームページ郵送で申請。2、高校生以上向けの自転車教室に参加。矢印。2、補助券を持参し、対象の店舗でヘルメットを購入。補助額2000円を差し引いた金額で、ヘルメットの購入が可能。1、自転車用ヘルメット購入補助券申請、ホームページ、郵送。2000円分の購入補助、対象、16歳以上、2025年3月31日時点。申し込み、ホームページを確認の上、10月1日から15日に、消印有効、多数抽選。ここに、京都市情報館のページにつながる二次元コードがあります。京都市情報館にアクセスし、サイト内で京都市329819で検索。自転車教室への参加で補助券を入手される方はこちら。2、自転車教室、電動アシスト、この瀬自転車体験会とシニア自転車健康教室。なお、各教室の日時、対象、料金はホームページを確認。時、10月13日、17日、会場、大宮交通公園、北区大宮西脇台町。ここに、10月以降も実施します、と書かれた二次元コードがあります。大宮交通公園、自転車教室の案内。で検索し、予約サイトはこちらをクリックしてください。申し込み、ホームページから10月1日から開催日の前日に先着順。問い合わせ、自転車政策推進室、電話 222-3565、 ファックス 213-0017。 今日の子育て便り。10月2日から2025年度の保育園などの利用受付を開始。対象、4月から保育園などの利用を希望する方。申し込み、保育園などで10月2日から配布の利用案内を確認の上、11月15日までに必着。問い合わせ、幼保総合支援室、電話 251-2390、 ファックス 251-2950。 2025年4月に小学校義務教育学校へ入学する児童の保護者は入学届の提出を、10月22日頃に発送する入学届を11月5日までに指定の学校に提出してください。なお、入学手続き等の注意事項などはホームページを確認。ここに京都市情報館のページにつながる二次元コードがあります。京都市情報館にアクセスし、サイト内で京都市183855で検索。問い合わせ、教育委員会調査課、電話 334-9222、ファックス 802-5066。 学用品購入等の費用を助成。対象、市民税非課税世帯、生活保護受給世帯を除くの高校生、その他要件あり。助成額上限144,000円。支給時期、申請月の翌月末。申し込み、ホームページを確認の上、10月1日から3月31日に消印有効。
ここに京都市情報館のページにつながる二次元コードがあります。京都市情報館にアクセスし、サイト内で京都市294065で検索。問い合わせ、子ども家庭支援課分室、電話 251-1123、ファックス 251-1132。 1月支給分から改正、児童扶養手当制度の拡充。児童扶養手当とは、18歳到達後の最初の3月31日までの子どもを養育する一人親家庭などに支給される手当。手当の支給額は所得に応じて決定。ここが変わります。1、受給資格者本人の所得制限限度額の引き上げ。所得制限の上限額が全部支給で20万円、一部支給で16万円引き上げられます。例えば扶養親族が一人の場合の所得制限の上限額、全部支給87万円までが107万円までに、一部支給230万円までが246万円までに。ここに京都市情報館のページにつながる二次元コードがあります。京都市情報館にアクセスし、サイト内で京都市205741で検索。2、第3子以降の加算額を引き上げ。全部支給月額6450円が月額1万750円に、一部支給月額3230円から6440円が月額5380円から1万740円に。拡充の詳細はホームページをご確認ください。また新たに支給対象に該当する場合は、お住まいの区役所、支所の子ども育み室にお問い合わせください。問い合わせ、区役所、支所、子ども育み室。なお京北地域にお住まいの方は京北出張所、保健福祉第一担当。市民憲章を実践しよう。市民憲章は、美しく豊かな街を未来に引き継ぐため、1956年に市民の手によって全国に先駆けて定められた規範のこと。今回は市民憲章の内容と行動例を紹介します。問い合わせ先、広報担当、電話 222-3094、ファックス 213-0286。 市民憲章って何？住みやすい街づくりのために市民によって制定された5つの約束ごと。暮らしの中で心がけることがまとめられており、毎年度テーマを決めて推進しています。市では市民憲章を率先して推進している個人や団体を毎年表彰しています。京都市市民憲章。私たち京都市民は、一つ、美しい街を築きましょう。一つ、清潔な環境を作りましょう。一つ、良い風習を育てましょう。一つ、文化財の愛護に努めましょう。一つ、旅行者を温かく迎えましょう。ここに詳しくはこちらと書かれた京都市情報館のページにつながる二次元コードがあります。京都市情報館にアクセスし、サイト内で京都市237966で検索してください。今年度の推進テーマ、世代や地域を超えて混じり合い、みんなの力で新しい京都を切り開こう。具体的に何をやったらいいの？難しく考えなくていいんです。まずは簡単なことから始めましょう。
今日から行動してみよう。行動の例、ゴミの分別の徹底など、ゴミ出しのルールを守る。町内会に参加するなど、地域とのつながりを日頃から大切にする。多彩な京都の文化や伝統を、町の歴史を学ぶ。思いやり行動掲示板。工事脳機能障害入門講座。ここに京都市情報館のページにつながる二次元コードがあります。京都市情報館にアクセスし、サイト内で京都市331586で検索してください。なお、各講座の日時、申し込み方法はホームページを確認してください。時、10月18日から3月7日10時、約1時間。会場はココテラス。ココはローマ字大文字 COCO。テラスはひらがなです。中京区壬生東高田町。対象は工事脳機能障害のある方か家族、支援者。料金は無料です。問い合わせ先、工事脳機能障害者支援センター。電話 925-6256、ファックス 925-6472。引きこもりの家族向け研修交流会。ここに京都市情報館のページにつながる二次元コードがあります。京都市情報館にアクセスし、サイト内で京都市330882で検索してください。時、11月11日14時から約2時間15分。会場、中央青少年活動センター、中京区東の東院六角下がる。対象、引きこもり状態にある方の家族。料金は無料。お申し込みはホームページを確認の上、11月6日までにお申し込みください。先着順です。問い合わせ先、健康長寿企画課、電話 746-7713、ファックス 222-3416。 児童相談所の事業。10月は里親月間です。問い合わせ先、電話 950-0748、ファックス 950-1618。 里親を募集。親の病気や死亡など、さまざまな事情で家族と暮らせない子どもを、長期または週末などに養育する里親を募集。お申し込みは、児童相談所に要事前相談。里親制度啓発コーナーパネル展示。時、イオンモール京都5条、右京区5条西工事東いる。10月3日から6日、10時から17時。洛北阪急スクエア、左京区高野西開き町。10月18日から20日、10時から17時。イオンモール北大路、地下鉄北大路駅上。10月26日10時から17時、イオン京都洛南ショッピングセンター、南区吉祥院御池町、11月2日から3日、11時から17時。料金は無料です。申し込みも不要です。里親公開講座、大阪公立大学の伊藤佳代子教授による講演や討論会。ここに二次元コードがあります。京都市里親会ゆりかもめで検索してください。時、11月17日13時45分から約2時間45分。会場、人町交流館京都、下京区河原町5条を下がる東側。料金は無料。お申し込みはお電話かファックスで、またはホームページから。10月1日から
11月8日の間に児童相談所へお申し込みください。先着順です。祭り時々フェス、ミッケと我が輩からの吹き出しがあります。市内で秋に行われる祭りを集めてみたのである。足を運んでほしいのである。京都モダン建築祭、近現代に建てられ京都で大切に守り継いできたモダン建築を一斉公開。日時、会場、料金、申し込み方法はホームページを確認してください。ここに二次元コードがあります。京都モダン建築祭で検索してください。時、11月2日、3日、9日、10日。問い合わせ先、文化芸術企画課、電話 222-3119、ファックス 213-3181。ミッケからの吹き出しがあります。写真の京都国立博物館をはじめ、初登場の建築も要チェックやで。京都国際舞台芸術祭、演劇やダンスなどの分野を超えた実験的な作品を市内各所で上演。各催しの日時、会場、対象、料金、申し込み方法はホームページを確認してください。ここに二次元コードがあります。京都国際舞台芸術祭で検索してください。時、10月5日から27日。問い合わせ先、文化芸術企画課、電話 222-3119、 ファックス 213-3181。 記事とともに上映予定のムラティ・スルヨダルモによりますスイートドリームススイートの写真があります。循環フェス、京都から古着の循環の新しい仕組みを若い世代とともに広げるリユースの祭典。時、11月3日10時から16時。会場は梅小路公園、 JR 梅小路京都西駅東側。入場は無料、申し込みも不要です。問い合わせ先、地球温暖化対策室、電話222-4555、ファックス 211-9286。 ここに我が輩の吹き出しがあります。古着のフリーマーケットや飲食ブースが楽しみなのである。我が輩がお年玉企画のキーワードであるひらがなのソを持っています。みんなの文化祭、市民活動センターを拠点に活動する団体が日頃の成果を展示や舞台で発表。時、10月26日11時から15時。会場、人町交流館京都、下京区河原町五条下がる東側。料金無料、申し込み不要。問い合わせ先、市民活動総合センター、電話354-8721、ファックス 354-8723。 ミッケと我が輩からの吹き出しがあります。他にも祭りがいっぱいあるんやって。早速見に行くで。市場アンケート、教えておくれやす。先月号の感想、応募総数303通、先月の人気記事、がんについて知ってほしいこと。感想、検診だけでなくがん治療時のウィッグなど充実した支援があることが分かった。がん検診の対象年齢が一覧になっていて見やすかった。検診の大切さに気づいたという声を多くいただきました。がん検診については
ホームページをチェック。ここに京都市情報館のページにつながる二次元コードがあります。京都市情報館にアクセスし、サイト内で京都市294065で検索してください。人気記事2023年度決算概況。感想。財政が昨年度も黒字だったと分かって安心した。文字が大きくイラストやグラフも使って分かりやすく説明されていて読みやすかった。市の施策を分かりやすく伝える調べる道。次の回転もお楽しみに。厳しい意見もぜひ、今月号の感想をお寄せください。回答者の中から抽選で、古月の焼き菓子、姫千寿せんべい、栗モンブランを10人に進呈します。応募方法は、はがきかファックスに、住所、氏名、年齢、今月号で関心を持った記事、持たなかった記事とその理由を明記して、またはホームページから、10月10日必着でご応募ください。郵便番号 604-8571、 住所は不要です。京都市広報担当宛て、ファックス 213-0286。 なお、いただいた感想は紙面上で紹介する場合があります。ここに二次元コードがあります。市民新聞教えておくれやすで検索してください。みっけ、我が輩、つかさからのお知らせ。豪華景品が当たるお年玉企画なのである。5月から12月の毎号、紙面のどこかに文字を持ったみっけか我が輩、または今日のつかさがいます。12月号のアンケートでその8文字を並び替えて完成した言葉を回答いただくと、抽選で10人に豪華な景品が当たります。岡崎エリアで秋を満喫。京都市京セラ美術館やロームシアター京都など多くの文化施設が集まる岡崎エリア。子供から大人まで楽しめる催しがたくさん開催されています。今年は岡崎エリアに秋を見つけに行きましょう。コーヒー時間の相棒を探す。コーヒーと器。時、10月5日から19日、10時から18時、入場は17時半まで。会場、伝統産業ミュージアム。左京区岡崎青少寺町宮古メッセ。入場無料。申し込み不要。問い合わせ同ミュージアム。電話 762-2670。ファックス 751-1692。写真。コーヒー時間をより豊かにする京焼き、清水焼きなどが一堂に集結。写真終わり。若きアーティストの芸術作品と出会う。美術工芸高校美工作品展。時、10月9日から13日、10時から18時、入場は17時半まで。会場、京都市京セラ美術館、左京区岡崎円照寺町。料金無料、申し込み不要。問い合わせ同行。電話 585-4666。ファックス 341-7006。写真2枚あります。日本画、漆芸、漆工芸の芸、デザインなど、8専攻の美術工芸を専門的に学ぶ高校生の作品を展示。写真終わり。日本画の名作を堪能する。特別展、巨匠たちの学びや竹内栖鳳や堂本印象など
京都市立芸術大学卒業生の作品を展示。時、10月11日から12月22日、月曜は休み、祝日を除く、10時から18時、入場は17時半まで。会場、京都市京セラ美術館、左京区岡崎延昌寺町。料金、一般1800円、高校大学生1300円、前売りは各200円引き。入場券はチケットピアなどで販売中。問い合わせ同館、電話 771-4334、ファックス 761-0444。 写真、中村大三郎ピアノ部分、1926年京都市美術館像。写真終わり。アーティストのパフォーマンスや焚き火を楽しむ。岡崎パークステージ。時、9月28日から10月27日。日時はホームページを確認。会場、ロームシアター京都。左京区岡崎最勝寺町。入場無料。申し込み不要。問い合わせ同シアター。電話 771-6051。ファックス 746-3366。ここに二次元コードがあります。岡崎パークステージ2024で検索。写真2枚あります。集団でダンスをしている写真です。フォト、としあき中谷。小さな薪ストーブを囲みながら、ゆっくりした時間を過ごしませんか。フォト、としあき中谷。写真終わり。大学生のパワーに刺激を受ける。京都学生祭典。時、10月13日11時から19時。会場、岡崎公園一帯。入場無料。申し込み不要。問い合わせ同祭典実行委員会、電話 353-9189、 ファックス 353-9101。 写真3枚あります。創作踊り、共演袖ふれの他にも、子どもから大人まで楽しめる企画が盛りだくさん。写真終わり。京都のお肉を味わう。京都肉祭り。時、10月27日10時から16時。会場、岡崎公園。左京区岡崎最勝寺町。入場無料。申し込み不要。問い合わせ市中央食肉市場。電話 681-5791。ファックス 681-5793。写真、ブランド和牛である京都肉をぜひ味わいに来てください。写真終わり。ミッケの吹き出し。どれに行くか迷うな。我が輩の吹き出し。楽しそうなイベントがたくさんあるのである。イベントが行われる岡崎エリアのイラストマップが掲載されています。市バス、地下鉄など公共交通機関をご利用ください。岡崎エリアで秋を満喫の記事でした。我が輩とみっけの子ども市民新聞。今月のテーマ、京都の森林。10月は木材利用促進月間。市では木でできた製品の利用などを呼びかけています。
早速暮らしの中に木を取り入れ始めた我が輩ミッケと一緒に、なぜ木を使うことが良いのかを学びましょう。問い合わせ、林業振興課、電話 222-3346、 ファックス 221-1253。 4コマ漫画、1コマ目、木の椅子に座っている我が輩とミッケ。我が輩、木製の椅子に変えたのである。ミッケ、ええー、なあ、癒されるわ。2コマ目、タイムマシンを前に我が輩、タイムマシンもできるだけ木製に作り変えたのである。ミッケ、天才やん。3コマ目、ミッケの頭の上にある機械をじーっと見つめながら我が輩、ゆくゆくはミッケのデバイスも木に。冷や汗をかきながらミッケ、それはさておき、なんで木を使うのが良いことなんか知ってる？4コマ目、我が輩、そういえば知らないのである。ミッケ、じゃあ我が輩のために説明するで。どうして木を使うことは環境にいいの？森林には人工林と天然林があります。現在人工林の多くは成長し使い時に、木をきちんとした時期に収穫して使い、苗木を植えて育てることは地球温暖化の防止や生き物の住みか作りなどにつながります。人工林と天然林の違い。人工林、人が木を植えて育てている。天然林、自然の力で育っている。苗木を植え付ける、間伐などを行い木を育てる、収穫し木材として利用する、この循環をイラストで描かれています。ミッケ、間伐とは木が健康に成長できるよう混雑した森林の一部の木を抜き取ることやで。イベントに参加してみよう。京都ウッドエキシビション。ミッケ、木工体験や木でできた製品の販売、市内産木材について学べるツアーを開催。各催しの日時、会場、対象、料金、申し込み方法はホームページを確認。時、10月12日、26日、27日。ここに京都市情報館のページにつながる二次元コードがあります。京都市情報館にアクセスし、サイト内で京都市329844で検索。我が輩、ぜひこの機会に木に触れてみてほしいのである。ここに木工ワークショップマルシェの写真が掲載されています。お便り待ってるで。子ども市民新聞を読んだ感想やもっと知りたいことをホームページで教えてな。ここに京都市情報館のページにつながる二次元コードがあります。京都市情報館にアクセスし、サイト内で京都市314478で検索。京都市の人口統計、2024年9月1日時点、1,436,690人、男678,269人、女758,421人、世帯数759,085世帯。啓発、市府民税、森林環境税第3期分の納期限は10月31日です。期限内の納付をお願いします。9月、10月は通勤通学時に
痴漢や盗撮が多発する時期、被害に遭ったり目撃したら勇気を出して相談を。市民新聞の制作費9100万円のうち約 55%、 5000万円を広告料収入で賄っています。金額は概算。市民新聞一部あたりの公費負担額は 2.7 円です。市民新聞の編集・発行に関する問い合わせ、京都市総合企画局市長公室広報担当、郵便番号 604-8571、 中京区寺町通りへお行き上がる上本能寺前町488、電話 222-3094、 ファックス 213-0286。 市民新聞の配布に関する問い合わせ、お住まいの区の区役所支所まちづくり推進担当、北区、電話432-1208、ファックス 441-3282、 上京区、電話 441-5040、 ファックス 441-2895、 左京区、電話 702-1029、 ファックス 702-1303、 中京区、電話 812-2426、ファックス 841-8182、 東山区、電話 561-9114、 ファックス 541-7755、 山品区、電話 592-3088、 ファックス 502-8881、 下京区、電話 371-7170、 ファックス 351-4439、 南区、電話 681-3417、 ファックス 671-9653、 右京区、電話 861-1264、 ファックス 871-0501、 西京区、電話 381-7197、 ファックス 391-0583、 洛西支所、電話 332-9318、ファックス 332-8187、 伏見区、電話 611-1144、 ファックス 611-0634、 深草支所、電話 642-3203、 ファックス 641-0672、 第五支所、電話 571-6135、 ファックス 571-2673。京都いつでもコール、市の手続き、制度、施設、催しに関する申し込み問い合わせにお答えする窓口、年中無休。電話 661-3755、 ファックス 661-5855。 受付時間、電話8時から21時、ファックス、メール、24時間。おかけ間違いにご注意ください。詳細はこちら。ここに二次元コードがあります。市政情報発信中、市公式ホームページ、LINE、X、旧 Twitter、Facebook、それぞれのページで京都市情報館で検索。ここに二次元コードがあります。情報ボックス。はがき、ファックス等の記載項目。1、催し名、コース名等。2、複数の開催日、開始日、時間がある場合は希望日、時間。3、郵便番号、住所。4、氏名、振り仮名、年齢。5、電話番号、ファックス番号、メールアドレス。情報ボックスの催し等に申し込む時の注意、突起がある場合を除く。1人1通、1通につき1人、市内在住の方対象。往復はがきの場合は、返信用の
表面にも郵便番号、住所、氏名を。保育、要約筆記、ヒアリングループ等の有無は問い合わせが必要です。情報ボックスは原則10月5日以降に開催する市が主催、共催の催し等を掲載しています。催しは悪天候、災害等による内容変更の場合があります。文中では所要時間はおよその時間、氏名は継承略です。一部、障害のある方や小中学、高校生等への割引があります。無料を含む。インターネット環境がない方は問い合わせ先へお申し出ください。オンラインからでも参加できる催しがあります。文中ではオンラインありとお伝えしています。なお、情報ボックスの記事の中で二次元コードがある箇所では、ここに二次元コードがありますと読んでいます。それらの催しをインターネットで検索する場合は、京都市スペース記事のタイトルで検索してください。その方法で検索できない場合は、施設名や日時、会場などを組み合わせて検索してください。それらの方法で検索できない場合は、問い合わせ先に確認してください。市の各部署の所在地は、突起のない限り、中京区寺町を行き上がる地下鉄市役所前駅上です。市役所閉庁日は次の通りです。一部を除く。10月は5日土曜、6日日曜、12日土曜、13日日曜、14日月曜、19日土曜、20日日曜、26日土曜、27日日曜です。11月は2日土曜、3日日曜、4日月曜、9日土曜、10日日曜、16日土曜、17日日曜、23日土曜、24日日曜、30日土曜です。講座、教室。森が支える日本の技術、公開セミナー。伝統技術の実演や、檜皮採取の見学ほか。なお、各催しの日時、会場、申し込み方法は、ホームページを確認してください。時、11月2日、12月8日、料金無料。ここに二次元コードがあります。問い合わせ先、市文化財建造物保存技術研修センター、電話 532-4053、ファックス 532-4064。広告デザインワークショップ。時、11月16日、10時から6時間半。会場。クエスチョン。クエスチョンは、アルファベット大文字、QUESTION と書かれています。中京区、河原町、お池、東南角。対象は、高校、専門学校、大学、大学院生。広告業に携わる方。料金無料。申し込みはホームページから10月1日から11月8日に。先着順です。ここに二次元コードがあります。問い合わせ先。広告景観づくり推進課。電話 222-4137。ファックス 251-2877。ラボール学園パソコン講座。初級ワードや応用エクセルほか。なお、各講座の日時、料金はホームページを確認してください。時、11月6日から12月23日。会場、同学園、中京区四条御前に仕入るラボール京都。対象は、市内に在住か通勤通学の高校生以上。夜間中学生は参加か。申し込みはホームページを確認してください。
先着順です。ここに二次元コードがあります。問い合わせ先、共生社会推進室。電話 222-3091、ファックス 366-0139。料理教室。オンラインあり。魚のさばき方や野菜たっぷりご飯ほか。なお、各教室の日時、対象、料金はホームページを確認してください。時、11月4日から25日。会場、京の食文化ミュージアム、味わい館。JR 丹波口駅西側、市中央市場。申し込みは、ホームページを確認の上、10月5日から開催日の1週間前に、先着順です。ここに二次元コードがあります。問い合わせ先、同館、電話 321-8680、ファックス 321-8690。講演会、京都の洋画、時、11月17日14時から1時間半。会場、学校歴史博物館、下京区五子町仏光寺下がる。対象は中学生以上。料金は要入館料。一般400円、中学高校生150円。申し込みはホームページを確認の上、11月16日までに。先着順です。ここに二次元コードがあります。問い合わせ先、同館、電話 344-1305、ファックス 344-1327。報告会、田辺作郎が見た百石祭を見る、オンラインあり。琵琶湖疎水の建設に関わった田辺作郎の書斎に関する報告。時、11月4日13時から3時間45分。会場、琵琶湖疎水記念館。地下鉄、蹴上駅一番出口。料金無料。申し込みはホームページを確認の上、10月1日から20日に先着順です。ここに二次元コードがあります。問い合わせ先、上下水道局総務課、電話 672-7709、ファックス 682-2711。 救命講習、成人や小児、乳児に対する蘇生法ほか。なお、各講習の日時、会場、申し込み方法はホームページを確認してください。時、11月13日から29日、料金無料。ここに二次元コードがあります。問い合わせ先、教育管理課、電話 682-0131、ファックス 671-1195。 景観まちづくりセンター、郵便番号 600-8127、 下京区梅港町 83-1、 人町交流館京都。電話 354-8701、 ファックス 354-8704。 開館時間は9時から21時、日曜祝日は17時まで、休館は第3火曜、祝日の場合は翌平日。お知らせは2つあります。1つ目は、京のまちづくり史連続講座、オンラインあり。テーマ、京都という街の色。時、10月18日19時から1時間40分。料金、一般1000円、学生500円。申し込みは、ホームページを確認の上、10月16日までに、多数の場合抽選です。ここに、二次元コードがあります。お知らせ二つ目は、京町家再生セミナー、オンラインあり。テーマ、京町家における茶室。時、
10月31日18時半から1時間半、料金500円。申し込みはホームページを確認の上、10月28日までに、多数の場合抽選です。ここに二次元コードがあります。都市緑化協会の催し、郵便番号 605-0071、東山区丸山町463、電話 561-1350、ファックス 561-1675。 お知らせは2つあります。1つ目は園芸講習会、時10月17日から木曜4回、13時半から1時間半、会場緑の館、 JR 梅小路京都西駅東側梅小路公園、料金6000円。申し込みは往復はがきかファックスで、またはホームページから、9月20日から10月10日に、10月10日必着で同協会へ。多数の場合抽選です。ここに二次元コードがあります。二つ目は丸山公園歴史文化環境セミナー、時10月27日10時から2時間、会場和順会館、東山区林家町、対象は高校生以上、料金一般2000円。申し込みはファックスで、またはホームページから、9月20日から10月23日に同協会へ。多数の場合抽選です。ここに二次元コードがあります。講演会、児童文学の幸せ、講師八塚澄子、児童文学作家、時11月2日13時から2時間、会場京都アスニー、中京区丸太町七本松にシール、料金無料、申し込み不要、先着順。問い合わせ先、市障害学習振興財団、電話 802-3145、 ファックス 821-5145。 健康福祉、難病医療講演相談会、転換や抗原病ほか。なお、各催しの日時、申し込み方法はホームページを確認してください。時10月27日11月2日10日それぞれ13時半から2時間半、会場はハートピア京都、中京区烏丸太町下がる、対象は難病患者と家族、料金無料。ここに二次元コードがあります。問い合わせ先、障害保健福祉推進室、電話 222-4161、 ファックス 251-2940。 ここでワクワクボイスです。10月5日の11時から16時に KBS ホール、上京区烏丸上長者町下がるで、障害の有無を超えた交流の場、微笑み広場を開催。ステージ発表や受産製品の販売等が行われます。詳細はホームページを確認。ぜひご来場ください。と紹介している人の写真が掲載されています。ここに二次元コードがあります。放課後学び教室、ボランティアを募集。活動時間、14時半ごろから3時間程度、学校により異なる。対象は市立小学校で週1回以上活動できる18歳以上。申し込みはホームページを確認してください。ここに二次元コードがあります。問い合わせ先、育成推進課、電話748-0016、ファックス 254-5020。 子育ての喜びが伝わる育み写真&マイルールを募集。
申し込み、ホームページを確認の上、10月31日までに、ここに二次元コードがあります。問い合わせ、育み創造推進室、電話 251-0457、ファックス 251-1616、健康長寿企画課の事業、電話 222-3419、ファックス 222-3416、料金無料。1、口腔がん予防のための口腔粘膜検診、時10月19日13時半から15時45分、1人10分。会場、府歯科医師会館、中京区西野京東戸賀農町。申し込み、ホームページを確認の上、10月7日までに必着、多数抽選。ここに二次元コードがあります。2、肺がん市民公開講座、時11月17日14時半から1時間40分。会場、京都リサーチパーク西地区4号館下行区七本松五条下がる。申し込み、京都いつでもコールに確認の上、10月1日から31日に先着順。長寿健やかセンター、郵便番号 600-8127 下行区梅港町 83-1 人町交流館京都、電話 354-8741、 ファックス 354-8742、 メール sukoyaka.info@hitomachi-kyoto.jp。 時間、9時から17時半。休み、第3火曜。祝日の場合は、翌平日。会場、人町交流館京都。料金無料。1、若年性認知症本人交流会、時10月9日、23日、11月13日、27日、12月11日、25日、1月22日、2月12日、26日、3月12日、それぞれ14時から1時間半。申し込み、電話かファックス、メールで、開催日の前日までに同センターへ。先着順。2、健やか講座、健康に関する話や体操ほか、時10月18日13時半から2時間。申し込み、電話かファックス、メールで10月1日から17日に同センターへ。先着順。3、優しい介護講座、テーマ排泄の困りごと、時10月28日13時半から2時間。対象、福祉の仕事や資格取得をしていない市内に在住か通勤通学の方。申し込み、ホームページを確認の上、10月21日までに先着順。ここに二次元コードがあります。市営墓地、宗教宗派不問の使用者を募集。場所、1、清水山墓地、東山区清閑寺下山町。2、宝刀寺山墓地、伏見区深草
宝刀寺山町。3、深草墓地。伏見区深草、石宝寺山町。対象、市内に住民票のある方、その他要件あり。料金、使用料、1平方メートルあたり、1と2は18万円から50万円。3は100万円。管理料、1平方メートルあたり、各1990円。申し込み、ホームページを確認の上、11月18日から先着順。ここに二次元コードがあります。問い合わせ、医療衛生企画課、電話 222-3433、ファックス 222-4062、1の現地案内会、時11月9日、10日、10時から16時、料金無料、申し込み不要。子ども未来館、郵便番号 604-0883、 中京区楠木町 601-1、 電話 254-5001、 ファックス 212-9909。 時間9時から21時、日曜祝日は17時まで。休み火曜、祝日の場合は翌平日。料金無料。1、おしゃべり広場。時、10月3日21日10時、10日13時半、それぞれ1時間半。対象、乳幼児と保護者、妊婦。申し込み不要。2. 子育て図書館の催し。赤ちゃんと絵本の触れ合い会とお楽しみ会。なお、各催しの日時、対象、申し込み方法はホームページを確認。時、10月13日、27日。ここに二次元コードがあります。私立病院。郵便番号 604-8845、 中京区壬生東高田町 1-2、 電話 311-5311、 ファックス 311-9877。 料金無料。1、健康教室輝き。テーマ、骨粗鬆症とサルコペニア。時、10月25日14時半から1時間。申し込み不要、先着順。2、眼科医師による講座。テーマ、白内障について知ろう。時、10月12日10時半から1時間。会場、京都経済センター、下京区、室町市場南東角。申し込み不要、先着順。3、講座、おいしく食べて元気に生きよう。医師や栄養士等による健康長寿と摂食変化に関する講演。時、11月30日、13時半から2時間半。会場、京都産業会館ホール。下京区、室町市場南東角、京都経済センター。申し込み、京都いつでもコールに確認の上、10月1日から31日に、多数抽選。アルコールと健康を考えるセミナー。時、11月2日14時から3時間15分。会場、
キャンパスプラザ京都、下京区西野東院塩小路下がる。料金無料。申し込み不要。先着順。問い合わせ、心の健康増進センター、電話 314-0355、 ファックス 314-0504。 犬猫の慰霊式、時10月24日、13時半から30分、会場動物愛護センター、南区上戸場仏源寺町。料金無料。申し込み不要。問い合わせ、同センター。電話、671-0336。ファックス、671-0338。青年貢献セミナー。制度概要や、意思決定支援ほか。時11月26日、各講座の時間はホームページを確認。会場、人町交流館京都、下京区河原町五条下がる東側。対象、市内に在住か通勤通学の方。料金無料。申し込み、ホームページを確認の上、10月1日から11月18日に。先着順。ここに二次元コードがあります。問い合わせ、青年貢献支援センター、電話 354-8815、 ファックス 354-8742。ひとり親家庭支援センター。郵便番号 606-0846。左京区下鴨北野々上町26、北山ふれあいセンター。電話 708-7750。ファックス 708-7833。時間10時から18時。休み。火曜、祝日。1、簿記入門講座、時11月10日、10時半から6時間。対象、一人親家庭の親、家父。料金2200円。申し込み、電話で、またはホームページから、10月1日から31日に、同支援センターへ。多数抽選。ここに二次元コードがあります。2、ママカフェ、テーマペーパークラフト、時11月13日10時半から1時間半。対象、母子家庭の母、家父。料金無料。申し込み、電話で、またはホームページから10月1日から31日に、同支援センターへ。先着順。ここに二次元コードがあります。3、簿記3級体験講座、時11月17日11時から5時間半、24日10時半から6時間半。なお、連続。対象、一人親家庭の親、家父。料金4070円。申し込み、電話で、またはホームページから、10月1日から31日に同支援センターへ。ここに二次元コードがあります。多数抽選。障害のある市民の雇用フォーラム。障害者の雇用促進に関する取り組み、発表や表彰。時11月6日、13時半から3時間。会場、市総合教育センター、下京区
河原町仏光寺西入り、料金無料。申し込み、ファックスで、またはホームページから、10月18日までに、すだちのネットワーク WORK、ファックス 771-5169、先着順、問い合わせ、総合育成支援課、電話 352-2285、ファックス 352-2305、ここに二次元コードがあります。体験、見学、悠々美化パスポート10月、最初の優雅とも二番目の優雅遊ぶ、散策しながらの美化活動、10回参加ごとに記念品申呈、時10時から50分、10日、ラクト山科公園、地下鉄山科駅5番出口集合、17日、六条院公園、下京区境町集合、料金無料、申し込み不要、問い合わせ、京都いつでもコール。京都 KYOTO 地球環境の伝道、環境保全に貢献した方の表彰とシンポジウム、時10月14日13時から17時、会場京都国際会館、地下鉄国際会館駅4の2番出口、料金無料、申し込み不要、問い合わせ、地球温暖化対策室、電話 222-4555、 ファックス 211-9286。 万博開幕半年前イベント、琴色、京都駅周辺でのブースの出展やトークショーほか、なお各催しの時間、会場、申し込み方法はホームページを確認。時10月12日入場無料。ここに二次元コードがあります。問い合わせ、産業企画室、電話 222-3325、 ファックス 222-3331。 講座、庭園文化と苔の世界、時10月13日10時14時それぞれ2時間半。会場、秋水亭、上京区京都御苑。対象、小学5年生以上、小学生は保護者同伴。料金、各500円。申し込み、ホームページを確認の上、9月26日から10月7日に、先着順。ここに二次元コードがあります。問い合わせ、環境保全創造課、電話 222-3951、 ファックス 213-0922。 外国人歓迎会、生活に必要な情報を提供するセミナーや交流会。なお各催しの時間、対象、料金はホームページを確認。時10月13日会場、国際交流会館、地下鉄蹴上駅2番出口。申し込み、ホームページを確認の上、10月12日までに先着順です。ここに二次元コードがあります。問い合わせ、同館へ。電話 752-3511、 ファックス 752-3510。 市図書館、中央図書館、
中京区丸田町七本松にシール。電話 802-3133、 ファックス 812-5816。 右京中央図書館、地下鉄渦政天神川駅2番出口三佐右京。電話 871-5336、 ファックス 871-5341。 伏見中央図書館、伏見区今町。電話 622-6700、 ファックス 622-6551。 第五中央図書館、地下鉄第五駅1番出口パセオ第五路西館。電話 575-2584、 ファックス 575-2587。 時間9時半から20時、土曜日曜祝日は17時まで、休み火曜、祝日の場合は翌平日、料金無料。中央図書館、時赤ちゃん絵本の会、10月17日11時から20分お楽しみ会、10月26日11時から30分申し込み不要、先着順です。右京中央図書館、時テラスで赤ちゃんからのお楽しみ会、10月7日10時半から20分お楽しみ会、10月12日26日14時から20分赤ちゃんからのお楽しみ会、10月21日11時から15分申し込み不要、先着順です。伏見中央図書館、時横路小学校児童による絵の展示、今日ゆかりの作家作品をテーマにした図書の展示貸し出し、10月2日から31日赤ちゃん絵本こんにちは&歯科衛生士による育児相談、10月17日11時から1時間申し込み不要です。第五中央図書館、1名画上映会、テノール人生はハーモニー、10月20日13時半から1時間45分2絵本ファミリーコンサート、10月27日14時から30分3英語のお楽しみ会、11月3日14時から30分申し込み、1は電話かファックスで、10月7日から第五中央図書館へ、先着順です。なお、2と3は不要です。匠の技クラブ、清水焼や和ろうそくの体験。なお、各催しの日時、会場、料金はホームページを確認。時11月12日から15日、対象、不登校状態かその傾向にある私立学校在籍の小学4年生から中学生。申し込み、ホームページを確認の上、10月8日から31日に、多数抽選です。ここに二次元コードがあります。問い合わせ、生徒指導課、電話、213-5622、ファックス 213-5237。 京都アスニー、郵便番号 604-8401、 中京区聚楽周り松下町 9-2、 電話 812-7222、 ファックス 803-3017。 時間9時から21時、日曜祝日は17時まで、休み火曜、祝日の場合は翌平日。お知らせが3つあります。1、アスニーキッズシネマ、おじゃる丸などの上映、時11月2日14時から1時間10分。
料金無料、申し込み不要、先着順です。2. アスニーコンサート、木管50奏、時11月9日14時から2時間。対象、小学生以上。小学生は保護者同伴。料金、一般1200円。小中学、高校生は800円。申し込み、電話で、またはホームページから、11月8日までに、京都アスニーへ先着順です。ここに二次元コードがあります。3. アスニーシネマ、ウエストサイド物語の上映、時11月16日13時から3時間、料金無料、申し込み不要、先着順です。アスニー山品、郵便番号 607-8080、 山品区竹花竹の街道所92、電話 593-1515、 ファックス 583-0777、 時間9時から21時、日曜祝日は17時まで、休み第2・第4火曜、祝日の場合は翌平日。お知らせが3つあります。いずれも申し込み不要、先着順です。1. アスニー山品ムービー、シャレードの上映、時10月15日、10時、14時、いずれも1時間55分、料金無料。2. アスニー山品講演会、弁士による無声映画の上映、時10月16日10時から1時間半、料金無料。3. アスニー山品文化祭、舞台発表や作品展示ほか、時10月19日20日9時から17時、20日は15時半まで、入場無料です。花瀬山の家、郵便番号 601-1105、 左京区花瀬別所町399、電話 746-0717、 ファックス 746-0392。 お知らせが2つあります。1. 花瀬で遊ぼう、火起こし体験、時11月16日、17日、いずれも10時から5時間、対象、中学生以下の子供を含む家族、料金、一般各3000円、小中学生各2500円、3歳以上の未就学児各2000円、申し込み、ホームページを確認の上、10月31日までに必着、多数抽選です。ここに二次元コードがあります。2. 寒中テント泊体験、時12月7日10時から、1泊8日11時まで、対象、小学生以上、中学生以下は保護者同伴、料金一般6000円、高校生5000円、小中学生4000円。申し込み、ホームページを確認の上、11月10日までに必着、多数抽選です。ここに二次元コードがあります。青少年科学センター、郵便番号 612-0031、伏見区深草池の内町13、電話 642-1601、 ファックス 642-1605、 時間9時から17時、入場は16時半まで、休み木曜、祝日の場合は翌平日、入場料一般520円、中学高校生200円、小学生100円です。お知らせが3つあります。1.
市民天体観望会。時、11月1日、18時半から2時間。対象、小学生以上、小中学生は保護者同伴。料金、一般500円。中学・高校生200円。小学生は100円。申し込み、京都いつでもコールに確認の上、10月8日から15日に、多数抽選です。2. 自然観察教室。大文字山を登りながら、岩、鉱石などを観察。時、11月16日、9時半から6時間。市バス銀閣寺前停留所集合。対象、小学4年生以上、小学生は保護者同伴。料金300円。申し込み、京都いつでもコールに確認の上、10月22日から29日に、多数抽選です。3. 親子実験教室。植物のメッセージ。時、11月24日、10時、14時、いずれも2時間。対象、小中学生と保護者。料金、要入場料。申し込み、京都いつでもコールに確認の上、10月29日から11月5日に、多数抽選です。市動物園、郵便番号 606-8333、左京区岡崎宝生寺町、電話 771-0210、ファックス 752-1974、時間9時から17時、入園は16時半まで、休み月曜、祝日の場合は翌平日、入園料、高校生以上750円。動物園を応援する。寄付を受け付けています。申し込み、ホームページを確認ください。ここに二次元コードがあります。ここでワクワクボイスです。サルワールドの再整備に向けて寄付を募集しています。動物たちの幸せのためにご支援お願いします。お知らせが2つあります。1、山猫博覧会。山猫をモチーフにした遊具や写真展ほか。時、10月5日、6日、いずれも10時から16時。料金、要入園料。申し込み不要です。2、秋の夜間開園、時、10月12日、13日、いずれも17時から20時。入園は19時半まで。料金、要入園料。申し込み不要です。スポーツ、運動。山品地域体育館、ストレッチ&トレーニング、1日体験、時、10月8日、15日、22日、29日、いずれも13時15分から1時間。会場、道館へ、山品区、なぎつじ西浦町、対象、16歳以上、1人1回、料金各1000円。申し込み問い合わせ、電話で、10月1日から開催日の前日に、道館へ、電話 595-9705、ファックス 595-9706、先着順です。キッズダンス教室1日体験、時、10月17日、24日、16時半、1時間、会場、宝ヶ池公園運動施設、地下鉄松ヶ崎駅2番出口。対象、4歳から小学3年生。1人1回。料金、各1100円。申し込み問い合わせ、電話で10月1日から開催日の前日に、同施設、電話
712-3300、ファックス 723-5394、 先着順です。ハンナリンチアスクール一日体験、土器10月9日、16日、23日、15時50分、1時間、会場、桂川地域体育館、西京区上桂今井町、対象、4歳から小学1年生、1人1回、料金各1000円、申し込み問い合わせ、電話で10月1日から同館、電話 392-6573、ファックス392-6513、先着順です。市スポーツ協会の催し、電話 315-4561、 ファックス 315-4521、 休み土曜日曜祝日です。 1. みんなのスポーツフェスタ、アーチェリーなど25種類のスポーツ体験ほか、時10月19日10時から15時、会場西京極総合運動公園、入場無料、申し込み不要。 2. 市民総合体育大会出場者を募集、ボーリングと太極拳、なお各種目の日時、会場、対象、料金、申し込み方法は区役所、支所等で配布中のリーフレットを確認。時10月20日、1月18日。京都アクアリーナ、郵便番号 615-0846、 右京区西京極徳大寺団子殿町64、電話315-4800、ファックス315-4582、時間9時から21時、休み火曜、祝日の場合は翌平日。1. スケートリンク100円招待、時11月2日10時、12時半、15時、1時間半、対象幼児以上、申し込みホームページから10月5日から11月1日に、先着順、ここに二次元コードがあります。 2. スケート教室、基礎や初級、なお各教室の日時、料金はホームページを確認。時11月4日23日、対象3歳から小学生、要保護者同伴。申し込みホームページから10月2日から11月3日に、先着順、ここに二次元コードがあります。第5地域体育館、郵便番号 601-1375、 伏見区第5高畑町 30-1、 パセオ大五郎西館、電話 575-2582、 ファックス575-2583、 対象16歳以上、1人1回、料金各500円、申し込み電話で10月1日から同館、先着順。 1. ハワイアンフラ1日体験、時10月7日21日28日10時半、1時間。2. ピラティス1日体験、時10月10日17日24日31日13時半1時間。右京地域体育館、郵便番号 616-8104、 右京区渦政下警部長12、三佐右京、電話 882-3388、
ファックス 882-4433、 対象16歳以上、1人1回、料金各500円、申し込み電話で10月1日から。同館先着順です。1ストレッチ&トレーニング1日体験、時10月10日17日、24日、31日、9時から45分間。2リラックスヨガ1日体験、時10月11日18日、25日、9時、1時間。市民スポーツ振興室の事業、電話 222-3134、 ファックス 213-3367。 1バスケットボール B1 リーグ、京都ハンナリーズ、佐賀バルーナーズ、川崎ブレイブサンダース戦ほか。なお各試合の日時、会場、申し込み方法はホームページを確認。時10月5日から11月10日。料金1200円から2万2500円。ここに二次元コードがあります。2サッカー J1 リーグ、京都サンガ FC、 サガン鳥栖、川崎フロンターレ戦。なお各試合の日時、申し込み方法はホームページを確認。時10月19日、11月9日、14時、会場、サンガスタジアム、JR 亀岡駅北側。料金、一般前売り各2600円から1万1000円、当日各3100円から1万1500円。小中学、高校生、前売り各900円から1万1000円、当日各1200円から1万1500円。ここに二次元コードがあります。3市民スポーツフェスティバル、スクエアボッチャの体験、時11月17日10時から15時、会場竹菱スタジアム京都、右京区西京極総合運動公園。対象、市内に在住か通勤通学の方。料金無料。申し込みホームページから10月25日までに。多数抽選。ここに二次元コードがあります。芸術文化、中学校総合文化祭、吹奏楽などの活動成果の発表。なお各催しの日時、会場はホームページを確認。時10月26日から11月17日。料金無料。申し込み不要。問い合わせ学校指導課、電話 222-3808、 ファックス 231-3117。 ここに二次元コードがあります。オーケストラ共演の夕べ、曲目ロッシーニ、セミラーミデ序曲ほか。時10月6日16時、2時間。会場、京都市立芸術大学、下京区下野町。対象、小学生以上。料金2000円。入場券は同大学で販売中。問い合わせ同大学、電話 585-2006、 ファックス 585-2019。 グッチコスモス、アルファベット大文字で GUCCICOSMOS、 ファッションブランドによる展覧会。なお料金申し込み方法はホームページを確認。時10月1日から12月1日、月曜は休み、祝日を除く。10時から18時、
入場は17時まで。会場、京都市京セラ美術館、左京区岡崎円照寺町。問い合わせ同館、電話 771-4334、 ファックス 761-0444。 ここに二次元コードがあります。市交響楽団大工コンサート。式、ガエタのデスピノーサ。時、12月27日19時、28日14時半、1時間10分。会場、京都コンサートホール。地下鉄北山駅1、3番出口。対象、小学生以上。料金、各3000円から5500円。入場券は同ホール等で10月11日から販売。問い合わせ、同楽団事務局。電話 222-0347、 ファックス 222-0332。 文化財保護課の事業、電話 222-3130、 ファックス 213-3366。1. 日本伝統工芸展、時、10月9日から14日、10時から19時、14日は17時まで。なお、入場は平常の30分前まで。会場、京都高島屋ショッピングセンター。下京区、四条河原町西イル。料金、前売り300円。当日500円。入場券はセブンチケット等で販売中。 2. 京菓子展、源氏物語をテーマに制作された作品の展示。なお、会場、料金、申し込み方法はホームページを確認。時、11月1日から15日、10時から17時。入場は16時半まで。ここに二次元コードがあります。広がれ歌の輪コンサート。出演、合唱団ぶどうの木ほか。時、10月20日14時、1時間半。会場、北文化会館、地下鉄北大路駅1番出口。料金無料。未就学児は保護者同伴。申し込み、ホームページを確認の上、10月19日までに先着順。問い合わせ同館、電話 493-0567、 ファックス 493-0607。 ここに二次元コードがあります。二条城、郵便番号 604-8301、中京区二条城町541。電話 841-0096、 ファックス 802-6181。 時間、8時45分から17時。入場は16時まで。料金、一般800円ほか、中学高校生400円、小学生300円。1. 二条城ヨガ。時、10月27日、11月10日、17日。時間はホームページを確認。料金、一般各2000円。小学生各500円。別途入場料がいります。なお、未就学児は保護者同伴。申し込み、京都いつでもコールに確認の上、開催日の2週間前までに。多数抽選。ここに二次元コードがあります。 2. 市民大茶会、茶道四流派による茶席。時、10月26日11月1日3日4日、9時半から15時。受付は14時半まで。なお、各催しの日時はホームページを確認。対象、小学生以上。
小学生は保護者同伴、料金各4000円、入場券は10月1日から道場で販売。ここに二次元コードがあります。京都映画賞実行委員会の事業、電話 222-3119、 ファックス 213-3181。 1. 映画賞会員を募集、投票による受賞作品の選定ほか、料金無料、申し込みホームページを確認。ここに二次元コードがあります。ロケ地開設、散策、時10月19日11時半、1時間半、白川ライフアカデミア、東山区古川町集合。対象、同省会員、未就学児は保護者同伴、料金無料、申し込み、ホームページを確認の上、10月7日までに、多数抽選。ここに二次元コードがあります。2. 京都シネマスクエア野外映画鑑賞会、時10月19日20日、各作品の上映日時はホームページを確認。会場、市役所前広場。料金無料、申し込み不要、先着順。ここに二次元コードがあります。講演会、京料理の源流、時11月30日13時半から3時間。会場、京都アスニー中京区丸田町七本松西いる。料金無料、申し込み不要、先着順。問い合わせ、埋葬文化財研究所、電話 415-0521、 ファックス 431-3307。 京都コンサートホール、郵便番号 606-0823、 左京区下鴨半議町 1-26、電話 711-3231、 ファックス 711-2955。 休み、第1、第3月曜、祝日の場合は翌平日。 1. アウトリーチコンサート、出演、市ジュニアオーケストラほか、時10月19日14時から1時間。会場、今回光明寺、左京区黒谷町。料金無料、申し込み不要、先着順。 2. パイプオルガンコンサート、出演、オルガン奏者中田恵子、時11月2日14時から2時間。対象、小学生以上。料金1500円、入場券は同ホール等で販売中。 3. 京都ラビッシュアンサンブル、曲目、ドボルザークのチェコ組曲ほか、時11月4日14時から2時間。対象、小学生以上。料金、前売り3000円、当日3500円、22歳以下の学生および70歳以上は各2000円。なお、入場券は同ホール等で販売中。歴史資料館、郵便番号 602-0867、 上京区松影町 138-1、 電話 241-4312、 ファックス 241-4012。 時間、9時から17時。休み、
月曜祝日。1、特別展、鴨の末高と古典の地。江戸時代の知識人を紹介する展示。時、10月19日から11月24日。料金、無料。申し込み、不要。関連講演会。時、10月26日、14時から2時間。会場、京都アスニー、中京区、丸太町七本松西いる。料金、無料。申し込み、不要。先着順。2、講座、古文書を楽しく読もう。初級と中級、時、10月30日から水曜、各4回。各講座の時間はホームページを確認。会場、京都教育文化センター、左京区聖護院川原町。料金、各4000円。申し込み、京都イッセモコールに確認の上、10月10日までに、多数抽選。ここに二次元コードがあります。新春寄席、話し家5人による落語会。時、1月13日14時から2時間。会場、東武文化会館、山科区渚辻西浦町。対象、小学生以上。料金、前売り1500円、当日1800円、学生は各300円引き。なお、入場券は同関東で10月2日から販売。問い合わせ、同館、電話 502-1012、ファックス 502-1014。アート京都、美術作品の展示や販売。時、10月31日、11月2日および3日、10時から16時。ただし、3日は15時まで。なお、入場は平常の30分前まで。会場、小生園、下京区東玉水町。問い合わせ、文化芸術企画課。電話 222-4200。ファックス 213-3181。なお、料金申し込み方法はホームページを確認。ここに二次元コードがあります。油発。チェロ奏者中川祐樹による演奏。時、12月の28日は13時および18時。29日は13時から。1時間40分。会場、ロームシアター京都。左京区岡崎最小寺町。対象、小学生以上。料金、一般各4000円、25歳以下各2500円、前売りは各500円引き。なお、入場券は同シアター等で販売中。問い合わせ、同シアター、電話 771-6051、ファックス 746-3366。その他のお知らせです。フードドライブ。寄付を目的とした家庭で余った常温保存可能な食品の回収。時、10月1日から31日。申し込み不要。問い合わせ、資源循環推進課。電話
22-3946、ファックス 213-0453。 なお、日時、会場、対象の食品はホームページを確認。ここに二次元コードがあります。健康と暮らしの相談セミナー、時12月1日13時半から2時間半。会場ウィングス京都、中京区東の東院六角下がる。対象、市内に在住か通勤の非正規雇用等の子供のいない40代から60代の独身女性。料金無料。申し込み問い合わせウィングス京都、電話 212-8013、 ファックス 212-7460 に申し込み方法を確認の上、10月1日から11月21日に多数抽選。市職員採用試験。ここに表があります。試験の区分ごとに職種第一次試験日をお知らせしていきます。試験区分上級周期枠。職種は一般事務職行政、一般技術職土木建築電気機械。第一次試験日は11月13日から24日のうち受験者が選択する日。試験区分経験者の職種は一般事務職行政、 ICT デジタル枠。一般技術職土木建築電気機械化学環境。第一次試験日は11月24日。試験区分中級職種は一般技術職土木保全。第一次試験日は11月24日。総合環境推進員。第一次試験日は11月24日。第一次試験日は11月24日。表終わります。なお、受験資格等はホームページを確認。採用予定日は2025年4月1日。申し込み、ホームページを確認の上、10月3日から11月1日、正午に。ここに二次元コードがあります。問い合わせ人事委員会、電話 746-6412、ファックス 746-6697。市認定通訳ガイドを募集。対象、1月から7月に47回程度開催する研修終了後、有料。英語、中国語、フランス語、スペイン語の口述試験を受験する方、その他要件あり。申し込み、ホームページを確認の上、10月7日から11月8日に必着。ここに二次元コードがあります。問い合わせ、市観光協会、電話 213-0071、ファックス 213-1011。保留地の一般競争入札による売却。時、11月13日の市が指定する時間。会場、伏見区役所。物件、伏見区横王子北の口町、
220.75 平方メートル。対象、入札参加の有資格者、その他要件あり。申し込み、ホームページを確認の上、9月30日から10月11日に。問い合わせ、南部区画整理事務所。電話、643-0088。ファックス、643-0089。暮らし安全推進課の事業。電話、222-3193。ファックス、213-5539。1、犯罪被害者を支援するボランティアの募集。犯罪被害者などからの電話相談や裁判の傍聴の付き添い、ほか。対象、20歳から65歳。申し込み、ホームページを確認の上、10月7日から11月8日に、決心有効、ここに二次元コードがあります。2、防犯機能付き電話機の無料配布。対象、市内在住の65歳以上、その他要件あり。申し込み、ホームページを確認の上、10月1日から15日に、必着、多数抽選。ここに二次元コードがあります。空き家相談員による不動産無料相談会、11月。時、13時半、14時20分、15時10分から、一組40分。いつかは、上行、中行、山品、西京の区役所、および深草第五支所。7日は、北、左京、下行、右京、伏見の区役所。申し込み、問い合わせ、京都いつでもコールに確認の上、10月1日から開催日の5日前に、先着順。消費生活総合センター、郵便番号 604-8588、中京区西参謀堀川町521、電話 366-2250、ファックス 366-2259、時間9時から17時、休み土曜、日曜、祝日。1、消費生活審議会、市民公募委員を募集。消費生活の施策に係る審議。年2回程度、平日昼間に開催。任期、12月1日から2026年11月30日。対象、市内に在住か通勤通学の18歳以上、その他要件あり。募集数2人。申し込み、ホームページを確認の上、10月10日までに、必着、ここに二次元コードがあります。2、行政書士による無料相談会、時10月10日10時半から16時、一組30分。なお、受付は15時半まで。会場、ゼストお池。地下鉄、市役所前、駅横、地下街。申し込み、不要、先着順。これで声の市民新聞終わります。令和6年10月第331号。制作は公益社団法人京都府視覚障害者協会。制作協力は
朗読ボランティアグループさえずり会の富江、緑川、中西、村上、永井、浅井、小橋、藤田、岸本、松本でした。なお、声の市民新聞についてのご意見やお問い合わせは、京都市広報担当、電話 222-3094 へお寄せください。それでは、皆さん来月号まで。さようなら。ヘルメット補助の対象教室のほかに、子ども向け教室もあります。こちらもご参加ください。